7。疲れた。ちょっとこれ今ね、連続撮りしてるんですが、マーガレットさ、誰が鉄の女や。それ虫の女なんですけどね。まあ、虫の女を前回ね、なんとかぶちのめすことができたんで、ちょっとアイテム回収からやっていきましょうか。まあなんか必要なアイテムだけね、取ってね、次進めていけたらなと思うんですけど、まあね、ちょっと4時間クリアを目指しているくせにね、まあ、こんなのんびりのんびり回収してていいかっていうところなんですけど、まあ、後半をね、もっと弾ジャブジャブ使ってね、クリアしていくっていうことを考えたら、まあちょっとここでできる限りの回収だけね、進ませていこうかなというふうに思います。いやまあでもそもそもね、ここでアイテムを回収するしないっていう話よりも、なんか前回3回もぶちのめされたことによって、ちょっともう4時間クリアが難しいんじゃねえかなんてね、こともあったりしたらもうちょっとあれなんだけど。ダメだね、なかなか。やっぱり、メアガレットの濃厚セックスはやっぱちょっときついものがあるね。向こう行かせる前にこっちがね、3回もちょっと果てちゃったっていうね。体力が半端ない。この復讐はいずれ、やつを一発で生かしてあげたい。まあ僕は熟女好きじゃないからどうでもいいんだけどね。まあ、かといってね、前も話したけど、今回出てくるさ、そのバイオのキャラクター?ヒロイン中のいないもんね、そのヒロインって呼べるような人たちはね。でもなんかいろいろ見てるとさ、その攻略サイトとかさ見てた時期とかにさ、なんかどっちを救うみたいなのがあるじゃないですか。でそのゾイを救うのかミアを救うのかみたいな。そしたらやっぱゾイはいろんなところでヒントくれたり助けたりとかしてくれたから、もう一択でゾイみたいなね話をしてる人結構多くて、ミアはただ単に発狂して襲われただけだから、なんで助けなきゃいけないのみたいな。いくらそのゲームの設定上ね、Eさんの嫁さんとはいえみたいな。なるほど、納得って思って、僕はもうトゥルーエンドのことを考えたら、もうミアしか選択肢がないんだろうなと思って、ねえ、初めからミアを選んだりするけど、そっか、そういう、冷静に考えればそうだよな。もうひたすらずったずったのボコボコにされたのはもうミアだけで、ゾイはひたすら助け続けてくれたんだもんなと思ったら、納得納得っていうね。電話は特にかかってきてないのかな、今ね。とりあえず、ランタンを手に入れたので、ちょっと今からアイテムを取りに行って、それ回収できたら、パーティーに行こうぜってやつからのお誘いが来るんで、まあ、そのパーティーにね、ちょっと乗っかるだけ乗っかってってね、で、まあ、物語をトン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 前に進めていきたいなというふうに思っております。さて、アイテム整理。ここら辺もね、ちゃっちゃっちゃっちゃかちゃっちゃかやっていかないとね。まあ、E3 パートに関してはね、この先もそんなに対して苦労するっていうことは、まあ、ちょっと考えられないなとは思うんだけど、どっちかというと、ミアのパートだよね。あそこをいかにこう敵と戦わずして、まあ、防御を駆使しながらくくり抜けていくかっていう、あそこが問題になってくるんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、ミクニャン手に入った。こうお宝の写真持ってなくても、お宝の写真をゲットすることによって、いけるっていうわけですな。じゃあ、休暇にまた戻っていこうと思います。なんか間違えたな。外回りしちゃった。外回り、内回り、戻ります。忘れ物した。ちょっと待ってね。ちょっと待って。そうそうそう。まあ、バーナーいらないからさ、バーナーを持ってね、歩いていこうというふうに思います。さてさてまあちょっとここからね、本格的なホラーパートになっていきますんで、ここからというか、まあ今からね、行くところに関しては完璧なホラーパートになりますんで、ちょっと苦手な方に関してはね、僕の雑談を聞きながらね、ラジオ感覚で見てもらえたらなというふうに思います。はい、ということで、さあ休暇に侵入してまいりました。さあここで残っている虫たちをまずは燃やし尽くすところから始めていこうと思う。さあ虫ちゃんよ、今までよくも散々苦しめてくれたな。私の復讐をお見舞いしてやる。うらうら暗い燃えろ。痛い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 、近づいてきて、ちょちょちょ、ごつ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 、あちょ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 、こいつ邪魔。あちょちょ、切る、切ると書いて殺すと切ると、カットと両方とですね。さて、で、こっちをボーンしてて、で、まあ、回収し忘れたアイテムのところをね、こう、ちょっと、ちょっと、
チュッて、チュッて言ってくれてね。で、開くと、あ、なるほど、消費したガスバーナーが返ってきたというところですね。じゃあ、いらなかったな、別にな。オープンザウィンドウ。この中のハーブを食べるという気には全くなれませんでしゅな。で、こいつらは別に、あ、ここは来る必要なかったね。じゃあ、戻ります。戻ります。ここのアイテムを回収したかったところでしたので、特にここカッチカチになったのに画面が一瞬でカッチカチのカッチカチで、まああそこだけでいいかな、カチカチなのはね。うん、でくるっと回っていきまして、 OK、 じゃあ早速入っていきましょう。侵入、圧倒的侵入、お邪魔します。ここはまたね、あの何も怖くないんですよ。うん、問題はな、天秤をね、開けた後にね、なんかいろいろと暗いところがね、待っておりますんで、じゃあ、カチャンつって。いっ。じゃあ、カチャコン。これ掲げてさ、ドアが開くくらいなんだったら、手で押さえながらちょうどいい塩梅のバランスにしてもらったら、全然問題なかったんじゃねえかなって思うんだけど、そういうイカサマをしたらやっぱり呪われるんだろうな。さあ、子供が違いっぺ、くっさ。くっさ。皆さん、あの、暗い中でのやっぱり恐怖の匂いって、こんにちは、ブルーチーズまみれの人形たちでございますよ。で、あの人形を掲げると心臓が捧げられるんで、違う、心臓、あ、ちょちょ、間違えた、間違えた、マイコマイコ、これ人形がピーピーって落ちる、ちょっと上で吊るされた、なんだ、あ、違うね、うん、どうでもいい。そうなんですよ、ここね、怖いくせにね、あのね、なんか使えるアイテム、拾えるアイテムっていうのがね、あのね、あ、来ないで、来ないで、言葉を間違えた。そう、そうなんですよ、怖いくせにね、全然アイテムがね拾えないんだよね。で、なんで来ないでって言われたかっていうとね、やっぱり、ね、イーさんの加齢臭がなかなかするんですよね。で、ここの休館でさ、なんかこんなベッドがあってさ、あの子のためにみたいなことを言われたりとかするんだけど、こうやって冷静に考えれば、だから休館の時点でこれがあったってことなのかな。だからここら辺の仕掛けがなんでこんなんあるのかっていうのが、さっぱりちょっといまいちわからないっていう謎が残ってるんだよね。この3年の間に、こっちの休館の方がどんどん錆れてって、それまでは使ってたっていうオチなのかな。さあ、怖い音楽が流れてきてますが、後ろふっと振り返るとですね、ねえ、足。あ、待って、よいしょ、ロリ、追いかけ、あ、いなくなっている。あ、どこ行ったんだろう。さあ、おじさんが追いかけちゃうぞ。怖かったら逃げていこうね。なんかいるよ。怖い。どいて、邪魔だよ。臭いよ、痛いよ、あたいよって何？はい、逃げろよ。なんか来てる子がいるんだけど。さあ、どんどんドアを閉めていくよ。敵が後ろから来てるよ。カビまみれだよ、カビルンルンだよ。ふっと振り返ってドア閉める。はい、怖かったね。別の意味で怖かったね。この実況者がもうほんと変態ロリクス親父になっちゃってるんだもんね。大丈夫です、普通の30歳ですから。はい、普通の30歳って何なんだろうな、じゃあ異常な30歳って何だろうな、うえぇーって、いや俺30だ、ひゃー、虚しくなってきたな。さあ、とりあえず戻るよ、喋れなかったら、とりあえず戻ろう。うん、なんかさっきからさ、マーガレット戦った小屋から帰ってくるときもあのドアに引っかかるんだけど、何、イーさんちょっとあのドアもまともにくぐれない症候群になっちゃってるのかな。で、今から、あの、また新館の方に戻っていって、いろいろとね、あの、基板を手に入れたりとか、なんだりしなくちゃいけないんですけど、ここ戻っていくとね、そう、パーリーを始めようぜっていうお電話がかかってきてるんで、それをちょっと今からやっていかなきゃいけないんだけど、ちょっと待ってね、アイテム整理だけして、でも電話受話器取って、で、もう、それでね、あの、終わりにしようというふうに思いますんで、少々お待ちくださいね。そうなんだよな。次回からちょっとずつ強い敵も出てくるから、中身をちょっとね。で、これが、よくわかんないね。いいや。じゃあ、はい。場所はなんとなくの確認が終わったんで、はい、終わりです。
じゃな、今、電話がね、すげえかかってきてるんで、僕の、150倍からテンション高いやつが出てくるんで、皆さん、あとはお前が持ってる頭だ。さっきの怖いやつをね、こっちで払拭してもらえたらなと思います。お前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今、ちょっからお休み中なんだ。ミヤと一緒に、俺んとこにいるからな。まあ、そう心配すんなって、二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。離れ声のところに誰とも監禁されてるっていう考え方でいいのかな。そいつは俺たち家族の問題でお前には関係ねえことだからな。わかんだろ。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。優しい親切さ。ただその前にお前にやってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。なんかクレイジーなやつというかさ、サイコパスな気質がある人ってこうなんとなくなんだろうな、まず最初にやることを言うぞ。ゲーム好きだよね。なんかゲームやろうぜ、ふざけやがって、ポケモンゲットだぜってやつとかサイコパスじゃん。しらけさせんのか。もっとゲームを楽しもうぜ。いいから、とっとと冷蔵庫見やがれ。はい、まあ、冷蔵庫見ろって言われたんでね、冷蔵庫ちょっと覗きましょうか。これがなんかグロデスクバージョンの方だったら、この写真じゃなくて、なんか、経過の首が乗ってるらしいですね。うん。まあそこら辺はいいとして、はい。じゃあね、区切りのいいところまでやっていきましたんで、次回ね、ちょっとね、基盤を見つけにね、パーティー参加するための準備をしていこうというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。